来年の夏休みが楽しみです。と、君が思いを書いていた。父は誓うよ。ずっと行こうね、って。家族三人の夏休み旅行。熱海旅行。それは数年前の夏の家族旅行だ。二月ほど前から三人で計画した二泊三日の小旅行。去年が江ノ島。その前は西伊豆だった。今回も息子に水泳をさせたくて、また海の町に決めていた。熱海にしようって。東京に住んでいるため距離的に近く、鈍行でも2時間弱。帰りも新幹線で45分と便利で、旅の疲れも心地よさで済む。熱海に行こう、と提案した。妻には温泉を楽しんでもらいたかったし。ただ、一泊旅では、にすこぶる反対があり、二泊とした。節約も考えたが、何より皆の満足を第一に決めた。熱海は仕事で関わっていたこともあり、あまりいい印象は持っていなかった。ただ、一つの固定イメージに支配されることがなんと愚かであるか。そんなことを悟った旅でもあった。将来こんなにも、そう、透き通るようなまでの思い出をくれる、街、そして旅になろうとは。59年の人生で、2泊3日の小旅行がこんなにも結晶的なものになろうとは、夢思わなかったのである。そんな熱海旅行がスタートした。3年前の7月23日に、午前10時前の東京駅に着いた。まだ30分あるので、地下コンコースのオープンカフェで少し休憩することにした。ちょうど学校が夏休みに入ったばかりで、いつもと違う混み方をしていた。仕事で通う東京駅がだいぶ休日モードになっていた。何にしようか。妻はアイスコーヒー。私はホットコーヒー。小学5年の息子はオレンジジュースがいいと言った。妻は小腹2とフライドポテトも頼んだ。我々三人は丸いテーブルに席を取った。銀色のテーブルで軽い金属製だが、椅子が背中によくフィットした。キシキシという微音が心地よかった。椅子の背は大事だ。その当たり具合でリラックス感が全く違う。堆積された疲れが抜けてゆく感覚。副交感神経が満ちてきた。心、内面が充足すると、周りをいい雰囲気にする。妻や息子もニコニコしている。我々は優しい会話に弾んだ。小学5年生になった息子。晩婚だったからどこまでその成長と付き合えるのか。少しの寂しさをいつも抱いている。私はそんな思いを心の端にしまい、タイミングを見ながら言った。さあ、そろそろホームへ行こうか。そうね、売店で少し買いたいし。妻が答えた。息子は心地よいフットワークでゴミを分別し、捨ててくれた。些細なことだが、子供の成長の一端が感じられて嬉しかった。私たちはゆっくりとホームに上がっていった。ホームもビジネスモードのせわしさがなく、休日モードになっていた。列車はすでに入っていたが、飛び乗り感覚に追われる必要もなかった。妻と息子はホームの売店に小飲食を買いに行った。イカや袋菓子でよかった。
私は店内には行かず、外で待っていた。しばらくして、いっぱいに買い込んだ二人が戻ってきた。私は一つ袋を持ってあげ、いっぱい買ったねと微笑んだ。三人は車内指定席へ向かった。荷物はキャリーバッグに詰め込んできたから、手元はさっぱりしていた。早速、買い込んだ食材を開け、みんなでこれだあれだと分け合った。我々は今日これからの予定や、昼は熱海駅の近くの料理店を予約しているとか、天気が続けばいいねとか、会話に和みながらホームを眺めていた。まもなく14番線から、休日のホームアナウンスが気持ちよく流れてきた。人の声に癒される時がある。声質によるものか、心地よさに穏やかな感情が生まれる時がある。きっと今回は休暇というものが人の受信機能をいい感じにしてくれているのだろう。妻と息子も同じようにいい感じにいるようだった。そう。いいね。とか、笑い声や笑みが自然に湧いている。私は意識的にしばしポカンとしていたが、ほどなく静かに列車は進み出した。我々は滑るように駅を後にした。熱海まではとても近かった。予約していた駅近くの中華料理屋で、海鮮丼や海にちなんだ品を注文した。その後、喫茶店にも寄って休憩し、タクシーを拾い、宿に向かった。宿は海岸の岩場突端に建てられた老舗のホテルに予約していた。車を降りるとスタッフが感じよく出迎えてくれた。メインホールのゆったり感が何とも心地よかった。我々は部屋に着くよろしく、息子の少年が少年であるがゆえの一声に微笑んだ。そう、このお話にはいくつかのハイライトが登場する。君は、プールですぐ泳ぎたいって言ったね。大人は、まず部屋で迎え茶でもくゆらせて到着感を味わい、それからねっていう感じなのだけどね。父は気持ちを切り替え、水泳着を早々に取り出し、君と一緒に廊下をつたつたとプールへ歩いていった。くつろぐことを考えている大人に比べ、ひたすら今の君のテーマの水泳クロールに盲信する姿が少年らしくて、父にはとても嬉しかった。もっとも、そのためにこのプール付きの宿を選んだんだものね。私も付き合って一生懸命に泳いだよ。やはり父は平泳ぎだ。クロールはすぐに水が耳に入ってボワーンとなってしまうからね。君はよく入らないね。水の中でぐるぐると回転までしているのに。そんな時をくれた君が初日のハイライト第一号だ。初日はそうこうしているうちに夕食の時となったが、そこにもう一つのハイライトが待っていた。夕食の大ホールで過ごした三人の宴。ざわざわした食卓群の向こうで、大げさなアジア系のバンドが優しいパフォーマンスを見せていた。バンドは初めのうち、自国の知らない曲や歌を演奏していた。その後、だんだん客に打ち解けてきたのか、日本の懐かしい曲や流行歌を演奏しだした。なかなかうまいパフォーマンスだった。
そのうち客のそばにも回ってきてフレンドリーに会話を仕掛けていた。客たちもそれを心地よく受け止めていた。なんか微笑ましい宴だった。私たちは食卓のおいしい食材を楽しんだ。広い空間のおおらかさも手伝って、ゆったりと食を進めた。さすが海の町だと、魚系の好きな我ら家族にはたまらなくいい夕食だった。アワビを炙り、柔らかくなった身を味わう料理などは、我らの旅行では楽しみの一品であった。幸せなひとときだった。覚えているかい？あの時撮ってもらった写真のこと。ほら、今も家にその場面があるでしょう。夕食の宴の一シーン。三人が微笑んで、乾杯と杯をあげている写真。母は生き生きとしているし、息子は大人っぽい仕草を見せている。父も少し若い。イベントサービスとして地元の写真屋さんが撮ってくれた写真。翌朝、ホテルのロビーで展示されていて、買って帰ってきたでしょう。あの宴の時間と思いが凝縮されている。瞬間に近いけれど、確実にあった一コマ。君が真ん中にいて、父と母が脇を固めている。僕はね、その時の君にいつも誓っているんだ。君がその成長を全うできるように、父として、私は私らしく、これからを全うしていくよ、ってね。そんな誓いをさせてくれた宴でもある。二時間ほどの家族の時、私たちは妻が片付けた食器群を後にして、廊下をゆっくりと歩いて部屋に帰った。お腹も満たされてか、部屋ではみなごろんとした。アワビは刺身より炙った方がいいね。父が言うと、そうね。身も柔らかくなって美味しかったね。妻は答えた。ゆうちゃんも美味しく食べられた？うん。息子も優しく答えていた。我々は海辺の旅行では、このアワビか伊勢エビを必ず注文した。贅沢とも思うが好物だし、何よりも美味しいものを食べ、少しでも思い出になることが大切だった。みんなしばらくだらだらしていたが、ゆうちゃん、お母さんお風呂行こうかな。妻が息子を誘った。僕も行く。息子もお風呂を求めていた。お父さんは？俺は後でいいや。私は少し休んでいたかった。二人は浴衣を着て大浴場へ出て行った。大浴場は男女が日によって入れ替わるようだ。浴場入り口の足元がとても清潔感のあるいい浴室だった。15分くらい遅れて私も後を追って行った。旅行では私は息子と共に一緒にお風呂に入るのが好きだった。軽く背中なんかを流してあげたり、流してもらったりするのがよかった。10年も前に西伊豆の露天風呂で富士山を眺めながら、まだ小さかった息子と小さな木風呂に浸かった光景が思い出される。冬の外で、キャーキャー言いながら楽しんだ。今息子は一人前に浴槽に浸かることを満喫している。昔は泳いでいたけどね。父はといえば、
入浴前に石鹸を直接体にこすりつけて手で洗う。足の指は手でしっかりと洗う。片方の足を反対側の太ももに乗せて洗う。我々はそれぞれに自分たちの入浴スタイルを持っていた。そして妻はいつも約束の時間より少し遅れて出てくる習わしであった。私たちは温泉から帰ってくるととてもほがらかだった。ふぅーと息をつく妻がとてもかわいらしかった。なおちゃん、ここに来てよかったね。いつまでも健康でいてねって思いながら、私は彼女を見つめていた。そうこうと第一日目の夜は過ぎていった。みんな疲れが出たのか、いつの間にか床について眠りに落ちていた。